エリーザベト・アマーリエ・フォン、エスター・ライヒは、オーストリア・ハンガリー帝国の皇族。皇帝フランツ・ヨーゼフ一世の名、帝位継承者、フランツ・フェルディナント大公のイボ・妹、皇帝・カール一世のおば。リヒテンシュタイン公、フランツ・ヨーゼフ二世の母親。全名は、エリーザベト・アマーリエ・オイゲーニア、マリア・テレジア・カロリーネ・ルイーゼ・ヨーゼファ。フランツ・ヨーゼフ一世の弟。 カール・ルート・ビヒ大公と、その三番目の妻で、ポルトガルのハイオー・ミゲル一世の娘である、マリア・テレザの間の第二子、次女として生まれた。父にとっては三番目の娘であり、末娘である。1903年4月20日に、ウィーンにおいて、リヒテンシュタイン公使アロイスと結婚した。この結婚を身分不相応だとする声も上がったが、おじのフランツ・ヨーゼフ皇帝は二人の結婚式に、 出席し、その席上で、リヒテンシュタイン家が正当な統治者の家系であり、自分の命のとぎ先としてふさわしいと認めた。皇帝は、エリーザベとアマーリエの長男の洗礼の大父となり、自分の名前を与えた。夫のアロイスは1923年、長男フランツ・ヨーゼフ2世のために、 自らのリヒテンシュタイン公位継承権を放棄したため、エリーザベとアマーリエは、リヒテンシュタイン公妃にはなれなかった。フランツ・ヨーゼフ2世は1938年、フランツ1世が死ぬと、リヒテンシュタイン公となった。ありがとうございます。